こんにちは、心理カウンセラーの高森です。誰かに危害を加えてしまったという不安が心離れず、新聞やテレビを確認せずにはいられませんという相談を受けることがあります。これは加害恐怖というのも言われていて、脅迫観念と呼ばれるものの一種ですね。脅迫観念というのは、自分でもどっかでそれは本当ではないというふうに分かっているんだけども、勝手に頭の中に出てきて自分自身に強い不安を与えるという観念のことです。で、不安が強いものですから、どうしても確認したくなるんですね。例えば車を運転していたら、知らない間に人を引いてしまったかもしれないという観念に取られてしまって、中には確認のために車を U ターンして戻るという方もいらっしゃいますね。実際にはそういったことはないですから、当然死体も見つかりませんし、でもこれは死体が片付けられて今捜査されても違いない、自分は捕まってしまうだろうみたいなことになっちまうわけですね。それを確認するために新聞とかテレビを何度も確認する。でも全然報道されるのでおかしいなみたいな、そういったことを繰り返してしまうんですね。で、こういった脅迫観念の対応としましては、まずこれが脅迫観念だということをしっかりと理解を深めていくということと、そしてこの脅迫観念があったときに、それがあってもそれを信じないでいられるっていうような、そういった心の強さっていうのを作っていくということですね。この脅迫観念自体を消すっていうことはできません。それをやろうとすればするほどますます強くなるっていうのがほとんどです。ですからこれはもう変えられないもの、出てくるものということはある種認める、諦めるっていうことが大切なんですね。その上でこれがあったとしても、これに真に受けたり振り回されることはないにしようというようなところを少しずつ育てていくといった対応をしていきますと、だんだん気にならなくなってきて大丈夫になってきます。ただこれは一人で本読んだりですとか考えていくということで回復するということはまずないというふうに言われていますので、もし本当にこの辺で辛くて楽になっていかれたいということでしたら、こういった脅迫観念への対応に長けた心理カウンセラーと一緒に共同作業で取り組んでいくということがおすすめです。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。